肌に優しいナチュラルコスメを使ったヌードベージュなツヤ肌メイク。大人気のベースアイテムが詰まったコフレならではのお得なパレット。大人気シマリングカラーのピーチは肌に血色と陰影をプラスしてくれます。頬骨の下に指先につけたクリームを体温でなじませながら塗っていきます。指に残ったクリームでフェイスラインもなじませていくことでシェーディング効果あり。さらに顔に陰影を出したいので鼻筋横の影と鼻の高いところにもうっすらと指でピーチカラーをのせていきます。グローな質感の出やすいハイライトは頬骨の高いところ、鼻筋、リップの山、目頭に入れていきます。私も普段使いしている軽やかなテクスチャーのパウダーを付属のブラシでつけていきます。眉毛、Tゾーン、小鼻周りはしっかりと、頬骨のハイライトを入れた部分はツヤ感をキープしたいので塗らないでおいてください。アイラインは気分じゃないけどアイメイクが物足りない人におすすめしたいカーキのアイライナー。黒よりはナチュラルに、ブラウンよりはしっかりと目力をアップしてくれる優れもの。まつげの間を埋めるように描いてからチップでぼかすことでグッドナチュラルなメイクに仕上がります。白らしい、なんとごま油とシアバター配合のシルバーラメ入りのバーガンディのクリームアイシャドウ。上まぶたはアイホール全体に指で 2,3 回重ねることでしっとりとしたツヤ感と色味、ラメ感がバッチリ出ます。下まぶたは指に残ったクリームでさっと塗ってあげることでシルバーのラメ感が程よくついていい感じ。乾燥した季節のデイリー使いにぴったりの今年っぽいシアーなピーチベージュのリップ、オイル配合の滑らかなテクスチャーなので直接リップスティックから塗っていきます。ソフトに発色するので一塗りというよりは徐々に濃さを増してあげることで唇により立体感アップ。